第18節アイナク神戸レオネッサ対三菱重工浦和レッズレディース優勝を占う上位直接対決です。まずは浦和のシーン、23分です。さあここ、こぼれたところ、直本の左足、迷わず振り抜きました。ゴールキーパー山下もしっかりと反応していました。32分、浦和です。塩越のスルーパス、清家、このクロス、こぼれたところ、島田が流し込みました。ゴール前見逃しません、島田です。0対1、浦和がリードします。浦和リードで後半56分です。アイナックのシーン、田中のシュート、1対1、仕掛けて左足、右隅に決めていきました。これでアイナック1対1追いつきます。63分、アイナック鳴宮のシュート、ここはゴールキーパーの福田も反応していました。アイナック67分です。鳴宮抜け出してゴールキーパーをかわして右足のシュート、最後もヘディングで押し込んだんですがゴールとはならず。76分、浦和のシーンです。島田から清家抜け出してこのクロス、菅沢が押し込みました。さあ大事な場面で落ち着いて流し込んだ菅沢です。第18節アイナック神戸レオネッサ対三菱重工浦和レッズレディース優勝を占う上位直接対決、1対2、浦和が勝利しました。